皆さん、こんにちは、万国在住、ワンルームマンション王やバン万歳王屋のチャンネルを、ご視聴ありがとうございます。今日の動画は、万歳王屋のロングステイその1、万歳王屋のブログから、なぜタイでロングステイしているのか、ロングステイのいいところ、移住を決断した理由についてです。万国に住もうと決心したとき、 前職のサラリーマン生活を早期退職して、まず、世帯主である実家から東京と中野区に移りました。これは、これからずっと続く大屋業の修行をするためでした。一番立地の悪い所有物件、丸の内線中野新橋駅徒歩6分が、たまたま空室だったので、そこを拠点として、新たな物件の内見をしたり、退去の立ち会い、現状回復工事の見積もりに対し、 微品交換等を自分でできることは自分で行うことにしました。そんなある日、実家の市役所から国民健康保険の支払いについての電話がありました。月額6.5万円。これは医療費ではありません。保険料です。医者は愚か、歯医者も全く行っていないのに、毎月6、5万円が差し引かれていきます。それに加えて、国民年金が毎月1.5万円。 市民税、所得税、それを合算すると、月額の合計金額で、万国で十分生活できることが分かりました。さらに年間、1十万の固定資産税も、もちろん滞納せずに支払っています。まだ、不動産取得税や売却益にかかる、所得税の支払いもあります。戻って、国民健康保険、なぜこんなに高いのか、市役所に電話をしてみました。 すると担当の女性は、支払い金額の上限で、所得が多いということになります。申し訳ございません。と、謝ってきた、市役所も高いと思っているんじゃん。どうなっているの大体、一ヶ月の食費を軽くオーバーする保険料って、一体何なんだ、聞こえてくるのは、 ジェネリックを普及させない、老人のサロン化している合意、薬漬けの医療、延命治療、延命治療については遺族年金が絡んでくる、ジャブジャブの使い放題、そのために払わなければいけないのか、岩盤規制にドリルをなんて、お気楽なことを言う、お方もいるようですが、そうそう日本医師会は動きませんから、全くこの業界は、命を預かっているということを盾にして、 コストを削減しようとか、改善のしようなどといった前向きなニュースがなさすぎる。近頃、トヨタが燃料電池車の販売を発表しました。さらにそのノウハウを無料で公開するという思い切った決断をしました。ここまですごいことはしなくとも、これクラスの明るいニュースを出してみてほしいもんです。毎年、医療費の最高を更新しても、誰も文句を言わない、日本国中、 諦めているかのようです。そう考え出した時は絶望的になりましたタイに住めば国民健康保険や年金を払わなくて住む不謹慎ですがそれが大きなきっかけとなりましたバンコクにいて楽しいこと外国に住んでいて楽しいことは何ですか観光できることですか 僕は違います。せっかくバンコクに住まいをしているのだから、その間に、いろいろなところへ行ってみたいという思いはあります。でも、そんなことより楽しいことがあります。今日は9月9日、明日ともう5日は、日本からバンコクへ旅行でやってきた、知り合いの方と、食事をすることが決まっています。今まで僕を訪ねてきてくれたのは、古くからの知り合い、 前職でご一緒した同僚の方、中学校の時の恩師、そして同級生、いろいろな人が訪ねてきてくれました。今回はたまたまですが、お二人とも、僕が旅行者としてバンコクに訪ねていた頃に、飛行機で隣の席になって、それからご縁が続いている人たちです。この旅も、バンコクにいらっしゃるということで、お久しぶりのお付き合いをさせていただくことになりました。 お一人はひょんな場所、ターミナル21フードコート、で、おや、お久しぶり、という再会でした。ここにいると日本ではありえないような、人とのつながりが生まれます。それは飛行機の中だけではありません。至る所でそんなことがあったりします。バンコクで友達100人できるかな、ではないですけれど、そんな人との出会いがとても楽しく、ありがたいです。 バンコクでのお付き合い、定食をリタイアして、時間が取れるようになると、バンコクに旅行することがだんだん多くなり、ついには癖になり、ほとんど動気のように、毎月定期的に行き始めてしまっていました。ロングステイを決断し、始めたのは、バンコクに旅行し始めて、ちょうど30回目でした。初めの頃は当然のことながら、何もかもがわからず、ゴリム中でした。 手当たり次第に、あちこちと回っているうち、次第に行きつけのカフェや、露天バラができて、知り合いの方が増えてきました。旅のガイドブックには、声をかけてくる人にはご用心、とか、バンコクでは日本人が日本人を騙す、などといったアドバイスがあります。もちろん僕も気には止めていますが、今のところ大丈夫です。というより、仲間がどんどん増えてきて、ありがたく感じます。 新しい人に知り合える楽しみが日本にいる時とほぼ変わらないというのもとっても楽しいこととなっています。また、日本にいてはお知り合いになれないだろうと思われる方ともお会いできます。 今日はここまでです。見てくれてありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それじゃあ、痛い、チクチクする、やめてえ、笑い。